皆さんこんにちは。今回もミツハニーお寿司バリ、やっていきますよ。前回は、ストーリーの砕ける鎧ってやっぱりゴミだわというところまでですね。今回はその続きからやっていきたいと思います。まずは、テンパー戦からですね。テンパーに関しては本当に何も苦戦する要素がないので、どんどんカットしちゃいますよ。負けたシーンもどんどんカットしちゃいますよ。私がテンパーごときに苦戦するわけがないですからね。どんどんカットしちゃえば実質相手は強くない理論や。完璧やな。というわけで持ち物を突撃直帰にしました。タラプのみでもいいと言えばいいのですが、どうせテンパーくらいなら甘い香りをするまでもないでしょうしね。ひとまず虫の抵抗で相手の特攻を下げていきましょう。反省をしてしっかりと作戦を練ってきている。これは100点ムーブですわ。虫の抵抗と突撃直帰をすれば、特殊技など容易に受け切れるというのを、証明してもらいましょう。先ほどは150ダメージ以上は受けていた技を、だいぶ軽減できてますね。これならチャンピオンのリザードン戦も、この戦法でどうにかなりそうですね。キデリダイバーンですら、半分ちょっとしか食らってないですね。さらに虫の抵抗を決めて相手の特攻を下げ、回復なしでもう一発受け切れるということを証明してあげましょう。ほらね、特攻を下げることによって、ダイバーンでやられてたでしょう？完全に私の慢心だったわ。全然受けきれなかったわ。もう少しダメージを軽減してくれるもんだと思ったんだけどな。おかしいな。というわけで、一旦回復をして立て直しましょう。今の状態で分かったのは、ミツハニーの耐久力を、過大評価してはいけないということですね。デリバード以下だということを忘れてはいけない。ひとまずダイマックスも乗り切って小さくなったので、ダブルウィングを打っていきましょう。ブリムオンごときの耐久力ならば、余裕で持っていけました。ブリムオンくん、もう少し筋肉をつけたまえ。そんな耐久力では、この先生きていけないぞ。ブリムオンくんは HP 種族値が57しかなく、ミツハニー様のたった2倍弱しかないですからね。防御の種族値も、たったの 2.26 ミツハニーしかないですからね。もう少し鍛えて、フィジカルエリートになりたまえ。というわけでひとしきり悲しい煽りをしたところで、今日の本題、ルリナ戦をしていきましょうかね。持ち物は最初から、悪鬼のみでいきたいと思います。どうせタイプ1大ロックなんかまともに食らったら、受けきれないでしょうしね。それを見越しての、悪鬼のみという感じです。先ほどのテンパー戦で学んだことをすぐに活かす、これも神トレーナーの立ち回りですわ。ソニアががっかりとか言われても、ソニアって誰やねんになっちゃうのが悲しいところですね。確か、博士ポジ的な女の人ですよね。ゲームの中でそこまで仲いい描写がないのに名前を出されてもという気もします。こいつとうとう人間関係にまで難癖つけ出しましたよ。とかいうどうでもいいことを喋っている間に、悪鬼の実を無事食べてくれました。これできっと、かじり亀の大ロックを受け切ってくれるでしょう。多分ね。ひとまず不足武者は、引き回避もさせずにワンパンできました。弱点をつけると、非常にいい火力を出してくれますね。2体目は、ベリッパーですね。ベリッパーって、本当に出世しましたよね。言っちゃ悪いですが、昔は本当にパッとしなかったポケモンだと思います。それが種族値の修正もあった上、雨降らしもできるようになりましたしね。スピアーも出世しねえかなー。出世というか、入社しねえかなー。ベリッパーも余裕のワンパンですね。本当にダイマックスをしてくるポケモン以外には全く苦戦しない状況です。このゲームにおける苦戦ポイントってあらかた決まってますからね。1年の間に4周もストーリーを攻略してたらヤバい場所が大体わかるようになっちゃいました。このゲームのストーリーを1年の間に4回も回る人なんて RTA 奏者を除いたら私くらいなんじゃないでしょうか。剣盾の縛りプレイなら私に任せろと言っても過言じゃない。4体目は東王ですね。ここも特には苦戦しないと思います。普通にワンパンしていきましょう。とはいえ
さすがにこの HP では不安があるので、一旦回復をしていきますよ。素早いなこのアズマオウ。特性はスイスイなのか。スイスイアズマオウって、なんとなくあんまり効かないイメージがありますね。個人的してないやんけ。このアズマオウ、最強ちゃんの、張り切り虫食い確定大調整をしてやがったわ。やりますねー。なんとなく命中率を嫌って虫食いを打ったんですが、ダブルウィングをしておけばよかったですね。無駄なグダグダをさせちゃいました。失礼失礼。回復の薬を使ってくるとは思ってないもんだから、さらにグダグダさせちゃってますね。アズマオウを倒すまで、もう少々お待ちください。よすよす。時間だけはやたらとかかってしまいましたが、本当にかじりが命外は、大したことなかったですね。2000名以降はカットしちゃってもいいかもしれないです。まるで2000目があるかのような言い方やな。さあラスト1匹、かじりがめですね。こいつがどうなるかですね。草を生やしたら4倍弱点でやられる相手なので、お笑いを提供することによって、草を生やして4倍弱点で仕留めに行きましょう。何やってだこいつ。絶対急所だろこれ。本当に笑いを提供しに行ってどうすんねん。例えに決まってるやろが。というわけで、今度は急所に当たらないでくれよ。また急所に当たってるやんけ。勘弁してくれや。芸人玉急所に当たってないやんけこれ。マジかよ。普通にワンパンされてたわ。ごめんよ最強ちゃん。というわけで、どうにも受けきれていないようだったので、努力値ぶりを変更しました。攻撃の分を丸々防御に振ったので、さすがに余裕で受けきれるようになっててもおかしくないんだけどなぁ。どうなってんだマジで。というわけで、さっきまでのレベルではどうあがいても無理だったみたいなので、少しだけレベルを上げてきました。これできっと、受けきれるようになるでしょう。それでは本番行ってみましょうかね。おそらく先ほどのレベルでも、ワンパクミントとかを使って性格をいじってやれば、おそらく受け切れるようになったんじゃないかとは思いますが、そこまで切羽詰まっているわけでもないので、素直にレベルを上げてきました。こちらからの火力を下げても、あんまり旨味がないですしね。なんかもう、このくらいのレベルでいるのが普通に感じてきちゃいました。困ったもんだ。こいついつもダブルウィングミスってんな。悪鬼の実を食べる一回なので、別に問題はないんですけどもね。なんならここで食べておかないと、食べる機会がない可能性すらありますからね。最強ちゃんはそれを見越して、攻撃をミスってたのか。さすがだ最強ちゃん。素晴らしいぞ。今の急所は、だいぶ大きいですね。危機回避で逃げられる前に、倒すことができました。2体目は、ベリッパーですね。先ほどの具足無射線を見てもわかるように、努力値ぶりを変えた結果、相手に与えるダメージが大きく減少しています。そのため、こちらからの攻撃ではワンパンできない状況が生まれ、無駄に相手からダメージを受けてしまう可能性が増えてしまいます。割り切るしかないのですが、そっち方面での事故が、若干怖いですね。ウリナさん、なかなかいやらしい行動をしてきますね。今のは別に、意味深なことじゃないからね。半分冗談です。今のターン、薬で回復してくるもんだと思ったら、普通に技で回復してきましたね。大丈夫か？最強ちゃん、ちゃんとダブルウィングで落とせるかどうか以前に、普通にミスってたわ。張り切りって、本当に命中が安定しないですね。やっべえぞこれ。こういう展開になるから、攻撃の努力値を削りたくなかったんだよなぁ。攻撃に全振りしていれば、ベリッパーなど敵じゃないんですけどもね。本当にどうにもならない場面以外は、攻撃に努力値は振っておきたいと思ってます。この戦闘における問題点としては、この試合自体が、本当にどうにもならない試合だということくらいですね。ふう、急所に当てたおかげで、どうにか仕留めてくれました。
急所に当てる運は、本当にありますね。今の場面でちょっぴりヤバいかと思った点は、ベリッパーのヤスラで、ほぼほぼ HP を、半分持っていかれたということですね。特防には努力値を振っていないのでしょうがないのですが、レベル差もあるんだから、普通に確定散髪にしておいてもらいたかったです。そんなんじゃリザードンの攻撃を受けきれないぞ。でもまあ、防御に努力値を振って悪鬼の実も食べることにより、攻撃種族値の高いナンジェイミンの氷の牙を、30ダメージくらいに抑えることができているので、一定の成果はあると思いますね。本当にこのゲームにおいて努力値ぶりがいかに大事かが、よくわかります。アズマ王に関しては、特に喋ることもないですね。注意する点もないと思います。素直に殴って、終わり、ってなもんですわ。本当にこのアズマ王、悠長すぎるやろ。アクアリングって、決まれば相当厄介な技なんだとは思うんですが、ストーリーをやっている分には、跳ねると一緒のようなもんです。当たらないですねー。今の場面、絶対に回復してくると思って、火力が出る技を打ったんですけどもね。使ってこないのなら、普通に虫の抵抗でもよかったやんけ。虫の抵抗をしようとしたら回復をしてくるとか、そういうパターンがあるかもしれないですね。このゲームの AI、私の行動を読んだ上で行動してくる場合がありますからね。さて、レベルを少し上げることによって、本当に受けきれるようになったのか、進化が問われる場面ですね。これでもし、また受けきれなかったらどうしましょうね。85レベルくらいまで上げてみるしかなくなりそうです。スタジアムを海に変えるより、砂漠に変えられる方がしんどいぞ。というかそもそも巨大マックス技の都合上、巨大マックスしたら海には変えられないだろ。だいぶ残ったな。レベルをほんの少し上げるだけで、ここまで変わるもんですかね。あれか、さっきのワンパンされたやつは、最大乱数を引いちゃったから、ああいうことになっちゃったのかもしれんな。そうとしか言えないくらい、HP が残ってますからね。これはもう、勝ち申したわ。大丈夫そうですねこれは。乱数がブレても、ワンパンされることはなさそうです。砂ダメージ込みでも、全然 HP が残ってますからね。上げすぎたかもしれんな。おげー、やばい、これはあかんぞ、大丈夫か？砂ダメ耐えられるかこれ。あっぶねー、本当にギリギリのところで、耐え切ってくれました。さすがは最強ちゃんですわ。ミツハニーでカジリガメを倒すには、このくらいのレベルは必要になるということがよくわかりました。また一つ、この世にいらない知識が生まれましたね。砂ダメージを食らうと、岩石封じを受けきれないですね。砂嵐が止むまでは、おとなしくしておこうと思います。ギリギリ、半分は食らわないということで大丈夫でしょうかね？私は攻めるで。なんとなく、今日は攻撃が当たらないですね。これは先に、甘い香りを打った方がいいかもしれないです。どうもこの試合、長期戦の匂いがしますしね。ナイス回避や、ここで攻撃を避けてくれたのは、だいぶ大きいです。ひとまず甘い香りを打って、相手の回避率を下げることにより、攻撃が必ず当たるようになったので、虫食いで攻めていきますよ。攻撃に努力値を割いていない分、火力はだいぶ落ちてしまいますが、3、4回殴れば、さすがに落とせるやろ。ちょうど、3発くらいですね。回復をしつつ、少しずつ削っていきましょう。それにしてもこのカジリガメ、神砕くやアクアブレイクといった、やっぱ、普通に112ダメージを出してくるやんけ。
さっきまで HP が110に残っていて、半分以上あるし、いけるやんとかやっていたの、危なすぎただろ。半分以上削ってくる場合があるのなら、強気なプレイなんかできませんわ。慎重な立ち回りをして、確実に勝ちに行きたいと思いますよ。よし、攻めていきましょう。岩石封じはもちろん嫌ですが、普通にアクアブレイクを打たれるのも厳しいものがあります。防御を下げられてしまうと、一気に楽天負けする可能性がありますからね。安全に行きたいところですが、安全に行きすぎると楽に苦しい状況になるかもしれないというジレンマがあります。ふう、いけたいけた。一歩間違えれば負けていた可能性もありましたが、終わってみれば安定した戦いだったんじゃないでしょうか。というわけで無事、グリナ突破です。というわけで最後にサイテヨちゃんの試合をダイジェストで流して、今回は終わりにしようと思います。私の動画にありがちな、ミツハニーのダイジェストではなく、ガチの方のダイジェストですよ。次回は牙を縛いて、いけるところまで行くという感じでしょうかね。ここの牙はギガイアスを使ってこないので、どうにでもなると思いますよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。ミツハニーにダイマックスごと持っていかれるとか、無様やなー。